どうも、ウィニングイレブンゲーム実況させていただいております、チャマくんでございます。ちょっとね、アップデートがあって、チャマくん、なんか、いや、僕は、なんか、たったこです。何がしたね、へへ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 
引退しますとか、もうやめます言ってましたけど、僕はなんかね、こう、いや、僕はいや、そんな、って言ってましたけども、やっぱそんなこと言っちゃいけないよと、まさかのね、連敗で、またね、700切るんじゃないかっていうところまで来ちゃってます。ここで勝てるか、正念場。頑張れ、ちゃまくん。アップデート最高。今日の動画は、リリ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 リ、こちら。どうもー、ウィニングイレブンゲーム実況させていただいております、シャマくんでございます。いやー、あれから何試合かやってみて、レーティング729まで下がりました。606きた。いやー、なんでしょうね、ほんと後ろからとかでも足出されてファウルされずにボール取られちゃったりとかするようになって、ちょっとぶつかっただけでももうドリブルしてる、まあ攻めてる方が、ボール持ってる方が倒れちゃってて、これどうしたいんですかね、ほんとね、私にはわかりません、どうしましょう。でコーナーキックも弱くなってますよね、多分ね。セルヒオラモスか、ビダルのとこじゃ、ここディフェンシブで結局こっちになっちゃうんだよな。さあどうしましょうか。セルヒオラモス、これでいいか、アドリアーノ、まあこれでいきましょうかね。よし、いきましょう、お願いします。まあ6、相手がね、800とか700とか結構強い人だったんで負けちゃってたっていうところもあるかもしれないんですけども、ちょっとやり方がね、わからないですね、これね。うん、どうなんですかね、これ。何なんですか、これ。テンション上がりませんわ、ほんと。ロードが短くなるおまじない、ザックジャパン、おー、ワールドカップ前に2試合強化試合お願いします。はあ、はい、来た来た来た、チャマ君、マンチェスターユナイテッドでございます。ホーム、トラッドフォード、オールドトラッドフォードね、お迎えして、変革期さんね、リバプールでございます。お願いします。テンション上がんないわ。これ勝ってね、なんとか流れを戻したいですね。このまま連敗して700切るっていうのは一番最悪ですからね。はぁ、はぁ、お願いします。もうとにかくね、ディフェンスにこうプレッシングされる前にとか、近づいてきたらすぐボールパス回してっていう感じの方がいいんですかね。サイドはだからもう絶望的ですね、ほんとね。サイドはもう絶望です、ほんと。やっぱ逃げ道がない分ね。あらら。あれでこけてファールなんないんだもんな。おい。あれ、どこにパスしてんの？これも結局取っちゃうんだけどね。もう運ですね。ゴール前でどうやってもみくちゃになるかぐらいのゲームになっちゃってますね、僕の印象だと。さっきの700の人なんてもうとにかくもう計画なしに、ゴール前に放り込んで、ラインを上げて、僕のね、相手の敵陣のゴール前、ペナルティエリアの近くでもう、どうやってもみくちゃになるかみたいなね。そんなレベルのサッカーしてましたから、それで2点3点取っちゃうんですからね。結局でございますよ、そんなの。ほら、あ、危ない。やっぱミドルかな、ミドルをどうやって打っていくかっていうのが、勝利のこう近道というかね、方法としてはそういう方法しかないのかな。パスしててもね、これで取られちゃったもんな。 OK、 うん、難しいね。
なんだ今静かな。サイレントサッカーみたいなね、喋っちゃダメよみたいな、静かにしやりましょうみたいな空気ありましたけど。ペドロ、これちょっときついですね。どうやればいいんだろうな。まあドリブルが細かくなってる分、それでね、ちょこまかドリブルで相手に触られないようにするしかないのかな。オッケー。こうやってね。なんでそっち行っちゃうのよ。お。このバーストドリブルですか。あの大きく蹴り出すやつね。これはもう本当使っちゃいけませんね。ペドロ、ペドロ、ジェコー、ヘディング、クロスからのヘディングはそんなに弱くなってないのかな。 OK、 はい、トラップな、トラップですよ問題はね。うん、おっと、おい、でかいんですよね、こっからの、こっからの三角のフラスルがね、でかいんですよ。これはどうやっていくべきかな。フラスルはもうダメでしょ。とにかく前に人数かけるか。これ取れちゃうんだよね。これ取れちゃうからさ。よし。そっちかい。取れる。よし。あれ。読まれておったな、今。ちょっとね。ディフェンスがいないとこにね。ああ、あららら、お、取った取った、取れないよ。もう運ですよ、運これ。はいはい。もうすぐ足出しちゃうのもな。これが防げないっていうね。避け方はまあ考えなきゃいけないんだけど。避け方がまずわからないよと。あのラーメンとかね、バインとかね、いろいろ見ていただいてありがとうございますね。あれれれ、なんかな、まあでもリアルのサッカーってこんなもんなのかな。 OK、 だったらね、もうちょっとファールを取ってほしいですね、私は。ジェコいるよ、ジェコちゃんにあげてよね。テンション上がらないわ。ダメ。ゼロゼロ。もうちょっとプレスに行かせますか。コンパクトにして。なんかいい方法ないですかね。これファールなんないんだもんね、足引っ掛けといてさ。おい。いけ、やったからどうする。お、これ今までだったら PK でしょ、今の。ちょっと極端ですね。前はね、ちょっとファール取られすぎなところはありました、確かに。すぐ PK 出ちゃうなっていうのありましたけど、まあ、その分ね、こっちも工夫してやってたんだけど、ファールを取られないとなるとね、工夫のしようがないというかね。いけ、ペドロ、やった、どうする、やったー、ゴール。これしか俺取れてないです、点。
これしか俺取れてないです。コナミさん、ウイレ楽しい。ちょっとなあ、これは。でもまあ、リアルなサッカーってこんなもんなのかなあ。OK。いい。はい、出て、OK。レイナ、いいハゲ。レイナはいいハゲ。よーし。おい、ジェコ、いいぞ。さあさあ。おいおい。サイド。まあ、言っても格下ですからね、600ですけど。もうちょっとね、押して勝ちたいというか、あらあら。何やってんだろ、お前。はははは。取れ取れ。お、どうした？もうちょっと丁寧に。あ、何してんの？何してんだ、おい。はい、ジェコがいるから、スーパー。サイド。はい。ちょっとね。はい。やばいやばい。やばいよ、パス来るよ。オッケー、ナイス。あれれれれ。これファールじゃないって。こけ、もうぶっ倒れてんだよ、回転してさ。あんまりファール取られないよね、ほんと。あ、ジェコ、ジェコ。よーし。ちょっと、ちょっと。オッケー。ジェコ行け、ジェコ強さ見せろ。あれ、ルーニー、え、ファールなの今、ボール先に行ってたけど。わーい、ウイレー最高、アップデート最高、イエーイ。取った？あー、取らないね。さあどうする？お、やばい、逆。蹴ってくれ。オッケー。おっと、謎のフェイントしちゃいました。あ、でもアップデート後ね、あの懐かしの靴ひもおむすびボーイが出なくなりましたけど、出なくなったら出なくなったで寂しいですね。これはファールなんだ。もう完全にアフターだったね。ボール蹴った後に後ろからスライディング。スライディングは判定厳しいのかな？ちょっと試してないんで分かんないですけどね。怖っ。いや、怖い怖い怖い。怖い怖い。ジェコとかもダメだな、瞬発力がない人は。もうトラップがちょっと大きくなったらすぐ足出されて終わりだもんね。てーてててててて。オーケー、ナイスキーパー。え、弾いた？いいハゲだと思ったのに、レーナ。悪いハゲだ。こいつとジダンは。悪いハゲ。ほらほら、こういうのもね。はい、はい。やったー、ペドラー、ペドラー。はい、相手の操作ミス。オッケー。あれれれれ、取って取って。くそー。はい、これ取る。あ、ファールね。これはさすがにファールなんだ。コナミさん、アップデート最高。難しいですねこれね。まあ、これでもね、うまくやったら楽しいのかな、これ。上手にできるようになったら。どうなんでしょうな。おっと。わー、読んでたよ。ありがたや。マニュアルキーパー。マニュアルキーパーも多分弱くなってますね、これね。ちゃんとそのポジションを
トラップでかいね。この時 R2 ですかね。こういう時でも R2 でトラップこう柔らかくなるというか弱くなるんですかね。2人も来ちゃダメでしょ。ほら、あー助かっちょりーす。イエーイ、勝った勝った勝った、ウイレ最高、レレレレレ、首都日本ですよ、首都日本って。まあ、確実にね入ってるからいいですけど。早く戻んないかな、これ。みんなが苦情とか入れたら、ま、前というかもう、ちょっと良くなるんですかね。ちょっとなんかね、多分 R3 スティックで、なんていうんですか、なんとかブロックみたいな。この間、2個前ぐらいの動画で誰かが教えてくれてたやつ。あれを使えば、ドリブル綺麗にうまくいくのかもしれません。その練習をしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。